ゴールのりこです。心にビタミン C、 バリトン系アイソレーションね。はい、皆さんこんにちは、クレイジーココです。ね、1週間ぶりどうでした？この1週間のうちにあれよ、バレンタインとかございましたけど、皆さんどう過ごしたんですか？私はもう友チョコも義理チョコも本命チョコももう自分用チョコも一切買ってません。っていうのもさ、ちょっとお気づきの方いらっしゃると思うんですけど、体重計怖くて乗ってないか分からんけど、ちょっと超えてるよね、確実に。うん、でも絶対にパンは食べたい。はい、で今日はね、そういう時に私が甘いもん我慢できない、でもこれやったら大丈夫やっていうね、ビーガンプロテインバナナケーキを紹介したいと思います。でビーガンって言ってるけど、ビーガンじゃなくてもいいよ。うちは今日ソイミルク使うけど、普通のミルクがいい人はミルクでもいいし、であとトッピングでもうこれ入れるともうビーガンじゃなくなんねんけどな。はい、チョコボール家にあったから、シンプルなレシピ通りに作っていただくとヴィーガンになりますけれども、今日私は 2,3 個こういう甘いの入れたいからな、なんか無理しない、無理ない程度にやっていきましょう。はい、まずは早速危ない材料をね、イングリディエンツ紹介したいんですけれども、これはもう今食べないとダメだよってバナナね。さっき買ってきたバナナ、これちょっと売れすぎちゃいますみたいな。まあでもちょうどいい、潰すからね。バナナね、1本。はい、そしてアッタミール。これもね、メーカーどこでもいいです。あるもん使い切ってから買いや、みんな。で、これ 30g ね。ほいでほいで。ソイプロテイン。私の場合はよ。皆さん、ホエイとかにしたらビーガンじゃなくなるし、そばお任せします。最近マジでジム行ってなさすぎて、まあジム行ってなくてもプロテイン飲んだ方がいいねんけど、なんか最近ちっこいスーツケースで行ってるから、なるべくさ、荷物減らしたいから、もう全然入れれてないんよ、これを。私はチョコレート味が好きなので、これを使っていきます。そして、ベーキングパウダー。これテーブルスプーン1杯ぐらいですね。適当です。はい、これまあもう豆乳でもいいし、普通のミルクがいいんやったら、これもまあね、再三言ってますけれども、ビーガンじゃなくなるけども、それ好きにしたらよろしい。うん、ココアパウダーとかもね、最後に使っていきたいんで。ほんでうちこういうの粉飛びするからさ、最近この距離感分かってないんや。食べる時もなんかもう、みたいな、汚なみたいななるから、汚れてもいい汚れてもいいって言って、この吉本さんのライブスタンドの T シャツ着てんのもどうかと思うけど、まあね、もう汚れてもいいでしょ。すいません、いつも着さしてもらってます。で、用意するもの、大きめのマグカップ、はい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 、これもちぎって入れていきましょう。よいしょ。あ、潰しやすいわ。もうもっと水分がね出てくるまで、ねっちょねっちょやんっていう感じまでやっちゃって大丈夫です。 OK、 オートミールオイルよ。うん、いいでしょう。そしてプロテイン 30g ね、いいでしょう。そしてベーキングパウダー、これも適当です。まあテーブルスプーン1杯もいらんな、半分ぐらいかな。で1回ちゃんとね混ぜてくださいね。はい、あ、いいですね、いいですね。もうね、チョコとバナナってもうね間違いないから、ほんまに。でもさ、まだこうすんげえ粉っぽいやん、わかる？これはもう食べ物ですかっていう。なのでここに入れていくわけですね。わかりやすいようにちゃんと測った方がいいね。なんかとろっとしたなっていうところで、今ね 40cc ぐらい入ってますね。非常にいい、わかる？ちょっとさ、いい感じになってきたわけ。なんかバナナの大きさってかとかにもよるやん。うん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 、いいですね。むっちゃ細かいこと言うと、今日は 55cc がちょうどよかったですね。ここにね、 Where is my peanut butter? お母ちゃん？ピーナッツバターどこ？そのビニールの鍵。Oh yes、うん、ありがとう。ありがとう。はい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 。でここに私は、まあ、アーモンドバターとかでもいいんやけど、お砂糖入ってませんっていうピーナッツバター。まあ、どこにでもあるでしょう、無砂糖のやつは。はい、で最初ねちょっと分離してるんで、ちゃんと混ぜてからの、まあ、テーブルスプーン1杯ぐらいですね、ここにうい入れまして、であとはね、すいません、チョコボール、ほんとにチョコボールのりこです。ねえ、みっちゅ、ほんま何も入れない方がいいのよ。けどさ、
やっぱ甘いの食べたいじゃん。はい、これを電子レンジだいたい500ワットで私は1回1分チンしてます。あのラップとか入れまへんから。甘いのね、やっぱそのタンパク質不足やからちょっと甘いの欲しくなるみたいなことも聞きますけれども、むっちゃダイエットしてた時もやっぱチョコレート1日、まあ、ビターのなんか 70% 以上のとかも絶対食べてたし、我慢すぎると良くないと思う。あーできたー。うん、まだですね。レンジ変えてんやん。やっぱちょっと全然違うな。だからもう1分追加します。ちょっとわかる、首のシワとかってマジでどうしたらいい？やっぱ写真とか撮るときにさ、え？太ってきたんじゃねみたいな気になるよな。ただね、やっぱ1月2月のこの寒い時期はね、あの痩せてたことがない。でもやっぱ36になりましてね、年々やっぱり体重が減らなくなってきてんのよ。なんか CA やってた時の、まあ、その日だけ会ったシドニー出身の女の子がむっちゃそのジムフリークやって健康的な子やってんけど、もうフライト中とかもさ、基本的には余ったご飯とか食べれるから食べとってん。うちはもうその子は絶対そのサラダみたいな、すごいねみたいな。で筋トレもすごいやってるって言ってたけど、 Cause my body is made in kitchen って言われた。なるほどねーっつってできたわ。はいはい、こういう感じいいですね。でここによ冷凍ブルーベリー、はい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 、あとねココアパウダーをちゃんと茶こしとかでやった方がいいねんけど、めんどくさいやん。できた。こちらビーガン、もうねビーガンじゃなくなったけど、プロテインバナーナケーキできました。じゃあコーヒーでも入れて食べていこうかな。少々お待ちください。みんなさ、なんか食欲やばい時とかどうしてる？なんか最近周りではさ、漢方で、まあ、ダイエットって言ったらちょっとね語弊あるんかもしれんけど、その食欲を抑制するとか、あとなんかうちむっちゃ末端冷え性やから、なんかそういう同じ症状持ってる子は冷えとむくみとか水分を出す漢方飲んでんねんけど、そういうのやってる？みんななんかおすすめやったら教えてほしい。やばいわ手先の冷え。ほなコーヒーも入りましたんでね、座って飲みなさいよ。ピーナッツバターが溶けてさ、むっちゃいい感じなのよ。うん、マジでバナナケーキ、これ食事制限しても食べていいんですかってなる。マジでうまい、幸せ。なんかこのオートミール独特のさ、鶏の餌感がバナナの水分でしっとりなってるから全然オートミール感ないし、ソイプロテインって結構その癖あるの多いんやけど、それもやっぱバナナのね力でかい。でここにね好きなトッピング、今日うちブルーベリーとチョコボール入れてますけれども、ほんまにもうちょっとやばい、あんまり糖質も脂質も入れたくないってなったらもうこれトッピング外してください。で結構量はあるから、もう半分ぐらい食べてあったかいうちに、で残り半分は冷蔵庫で冷やしてもまた美味しいのよ。もうちょっと皆さんね、これから暖かくなる、まあ、まだ寒いけどな、ですぐ夏も来ます。ちょっとやっぱ35を超えたらこんなに体型維持って難しいもんですかってなってる。だからみんななんか情報あったら共有し合おう、うん、教えてほしい。なんか漢方詳しい人ぜひなんかコメント欄で教えてください。ということでね、皆さんもコンビニスイーツもう簡単やし手軽やからガッてもう買ってまおうってなるけど、ちょっと我慢してもう家にプロテインとかオートミール余ってる人はね、ぜひ今日のレシピで作ってみてください。では次回の動画でお会いしましょう。いただきます。